どうみさん、ティックでございます。それではバイオショックインフィニット続きやっていきたいと思います。前回続きですけども、ここでの超激戦を、なんとか終えまして、ここからは下を利用ぜっていう話になっておりますね。なぜなのか、下を利用ぜじゃないな、まあ次進みましょうかみたいな話になっております。いやー怖いで、とりあえずすげえいっぱい襲われたんだけど、全部退けはしたんだよね。とりあえずなんとかギリギリ退けた。して監視でエリザベスと合流すると、ソングバードが一時的ですけど仲間になってるんですよね。これずっと仲間になってくれてるのかどうかって感じですけど、ここ行けないのかな、なんか探索すっとこ欲しいけどね。マジで、でもこれ相当強かったよねここね、まあ、1週間前なんで、まあ、どこまで覚えてるかって言われると結構怪しいとこあるんですけど、まあ、相当の激戦やったの覚えてます。さあ行きましょう。まあいいでしょう、ここはもう行くか。なんだね、エリザベス君。もう終わったんじゃないのか、すべて。はいはい。どうした？見て。おう。ソングバードを使えば、何もかも破壊できるわ。サイフォンもね。それでいいのか。真実を知るためならね。私の指のこと、カムストックのこと、すべて。おう。じゃあ、やっちまえ。よし、やろう。全部ぶち壊そう。指のこと、本当に大丈夫なの？なんか、ブッカー怪しい、覚えてないみたいだけど。バード・オー・ケージ、鳥かケージ。ここで最初のペンダントの選択肢が生きたわけだね。俺はケージを選んだからケージっていうあれになってるけど、おいおいおい、サイフォンをぶっ壊した。ドカンといったね、ド派手に。ソングバードも無事じゃねえだろこんな潰し方したら。おいおいおい、おい、ちょっと待って、もうエリザベスさんなんかすごいことになってるけど。あいつは、やつはどこだ。おい、水？何ここ、静かに。あれ、エリザベスさんもしかしてなんか爆裂の強さ手に入れちゃった感じちゃう？ソングバード死んだ？ソングバード死んだやん。おい、あれ海底都市、あれバイオショック、ここは何なんだエリザベス。あれもしかしてナンバリングじゃないけど、扉はたくさんある、こっちよ。説明が足りないんだけど、どういうことなんだ、どこへ行く。ティアを、こっちよ。ティアを自在に開けれるようになったか。前の指について言っていたが、その答えがここにあるのかな。こっちよ。これあれじゃん、バイオショックの1とかの海底都市じゃないの、そういうことじゃないの、なんかそうっぽいよね。ルカ、こっち。ね、1とかのあれじゃないの。俺さ、もう1やっただいぶ前やからさ、半分忘れてるけどさ、海底都市やったの鮮明に覚えてるよ。え、いっぱい扉があるってティアがたくさんあるってことやろ。だから自在に作れるぐらいの勢いになったってことやろ、昔みたいに。ちょなんこっちってすげえ先々行かれてんだけどさ、探索したくてもさ、何もねえしさ。ここに行かなくちゃいけないの。どこ？何？一体何なんだエリザベス。扉はどうしたって言うんだ。見せたいものが。見せたいものが。まあ素敵。あ、それ乗るしかないのね。あ、まあなんか基本的に探索できるとこねえな今。普通ついていくものだね。じゃあ行こう。潜水艇を動かす。行くぞ。嫌な予感がする。ああ。海底探索？やばいよ、海底旅行に来ちゃったよ。本当にバイオショック1、2とかの世界やん。1か。海底都市は1でしたね。あれ、ナンバリングちゃうからええかなと思ってたんやけど。バカげて。いや、あるよ、あるよ。ソングバードすごい死に方したけどな。超人エリザベスになっちゃう。もうエリザベス力だってもう、サイフォンがなくなったせいで自由自在やで。ブッカー変なこと言ったら殺されるで。あかんで、言葉には気をつけよう。あ、でもどんどん上上がってくやん。あ、上出るの？こんにちは。あれを見て。あれって何？数千の扉が一気に開いた。どういうこと？あれ？え、これ全部もしかして？すごく綺麗。これティアな。
星じゃなくてティアなのこれ全部もしかして。なんか自然と到着してるけど導かれてるけど。武器をください武器を。さあこっちよ。お、わかった。お、来てる来てる、今来てるよ来てるけど、武器が欲しい武器が。銃がないとちょっと落ち着かないよこれ。大丈夫なんかよ本当に。ちょっと当たったか言っちゃうね。こっちなんもない。大丈夫なんもないね。開けるのか。ダメね。あ、開けられへんの。なぜなの。私たちはここへ来たことがあって思い通りにできるはずなのに、どうして。おい、それは鍵よ。あれ、指がどこにあった。違う、ずっとここにあったのよ。見えなかっただけで。何のこと言ってんの。怖い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 、この子怖いよ。ちょっと危ない子になってきたで。ちょっと距離を保っていこう。距離をな、安全な距離を保っていこう。あ、俺が開ける感じこれ。あ、そうですか、すいませんね。なんで中にいんの。ワープした、ね、星じゃない、扉なのよ。扉だと。全部ティア。あらゆる場所に繋がってる。好きなのを選ぶだけよ。すべてティアってことなんだろ。何で引っかかってんのお嬢さん。オーケーオーケーオーケー。そっち進むんやったら進めくれ。よし。この灯台は何なんだ。俺たちは裏チャンネル的な感じなのこれ。切れないほどの世界があるの。うん、同じようでいて違い。おお、おおおおおお、すごい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 。あるのはいつも灯台。一人の男、それから都市。何？どっち行くの？なぜわかる？どっち？扉を通して見えるの。あなた。どっちが正解？私、コロンビア、ソングバード。でも何かが違う。ほう。変わらないようでいて変化する。これがティアの中ってこと、もしかして。たくさんのティアに通じてんやけど、それをこう俯瞰的に見るとこういう感じってことなんです。おー、いる。見て、俺たちだ。正確には違う。私たちは別の海を泳いで同じ海岸に漂着した。で、始まりはいつも灯台なのよ。わけがわからん。わからなくていいの、結果は同じだから。結果は同じなの。そういうものだからよ。過去に未来において。道はたくさんあるようだ。でも行き着く場所は一緒なの。始まりの場所。始まりの場所ってブッカーがあれ飛ばされた灯台のとこ。あなたも行ったことがある。最初のあの灯台か。おい、道できてくれ。おい、できてけ。ほら、どんどんできろ。また2つ行ける。2者択一。こっち行こうか。すごいすごい。 あそこにもいる。おお、また二者択一。夕日の方に向かってみようか。そこ行こうか。ここでどうだ。いや、何これ。え、無限に行けるの。ここの灯台に入るのこれ。あれ、この灯台扉ってさっきのとこじゃないの。あれ、ダッシュができない。あ、そこだろ、そこが扉なんだろ、ここだろ、これ。あ、ドア開けられる。オープン。待て、ここは見覚えがある。俺はここにいた。お、20年前ウンデッド2の直後のことだ。何かを探してた。そう、確か。さあ早く、時間の無駄ですよ。どうしてここに。何、過去を消す準備はできましたか。これより罪を浄化し生まれ変わるのです。ほう。さあ準備はできましたかな。では私の手を。こいつか、ブッカ。俺はそんなつもりじゃ。でも、もうやってしまったんでしょ。これブッカっぽいな。生まれ変わる覚悟はいいですか。あ、過去の人と喋ってんの今。罪を憎みますか。自らの邪悪さを憎みますか。過去の自分のすべてを捨てたいと願いますか。子羊の血の中で生まれ変わることを願いますか。食い気味で言ったな。この男を浄化し新たな生を与えたまえ。今は話した。クソ、話せ。何をしている。話してくれ。話せ。おいおい、やらなかったの。川に浸かれば過去を変えられるとでも。行こう。この扉は君が出したティアなんだろう。開けてくれ。パリに行こう。こんなところはもうごめんだ。カムストックを探すのが先。カムストックは死んだ。いいえ、ここにいたの。こっちよ。
待って待って、もうようわからんなってきてんねんけど、俺全然追いついてないんやけど、大丈夫これ、ストーリー追いついてないよ、妖芸あるあるやけど、どういうこと。借金の件は、娘を連れてくれば借金は帳消しだ。君を探すのは彼の依頼だった。こいつか、ルーテスの依頼だったんや。借金と引き換えにな。妹の暴走を止めるために兄貴がそういう形で動いてきたわけね。お前が依頼主だったわけか。生きてんじゃん、じゃあ現実世界で。おい待て、何か変だ。どうなってる。ここに赤ん坊はいなかった。間違いない、赤ん坊なんかいなかった。いてもこんな男に任せるか。あれー、ルカ、やらないことには先に進めないわ。おい、ルイ、時間がないぞ。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。おう、誰の子これ。誰お前。さあ早く。いやだ。好きなだけ待てばいいわ。でも最後には渡すことになるのよ。なぜわかるんだ。扉という扉が見えるの。おう、そしてその向こうにあるものまで。そう、彼の姿も見えるわ。カムストックか。あれ、いなくなってる赤ん坊。ルーテス渡すの。他に道はない。これ借金ってこと。借りは返してもらった。カムストックが全ての罪を洗い流す。依頼人こいつやったんや。で、この扉がまた新しいティアになってると。はい、オメガ。娘を連れてくれば借金は帳消しにしてやる。赤ん坊はいなかった。コロンビアからお前を連れてこいと言われただけだ。これは朝こうやって来た時だ、パート1の時。血が出てる。違う、混乱させてしまったな。これからもっと混乱することになるでしょうけど、さ、ここに二人はいたや。おう、これ一番最初に登ったぞ。ここここに何の用がある。カムストックは死んだんだ。俺たちとはもう関係ない。こんなところで死んだ。チェンリンのように、カムストック夫人のように。いいえ、彼は生きてる。どういうこと。無数の世界の中でね。預言者が死んだからといって終わりにはならない。ああ、彼がそもそもこの世に生を受けなかったことにしなければいけないのよ。ほう、いや、すごいこと言い出したんだこの人。ああ、分かってきたぞ。なるほどね、つまり。おい待て、取引は中止だ。不安定になってるんだ。聞いてるのか。取引はなしだ。赤ん坊、その子を返すんだ。何を言ってる。体を囚われたりはしないわ。さあ無理だ、不安定すぎる。赤ん坊返せ、クソ野郎。これがもしかしてエリザベスか。待て、ダメだ。やめろ、アンナ。エリザ、このアンナ、今すぐにだ。娘を返してくれ。やめろ。もしかしてこの子がエリザベス。ブッカーの子供。嘘だ、こんなことは。すまない、アンナ。すまない。アンナって奥さんのことやと思ったけど。おい、あの子はもういないわ、ブッカ。アンナはいないのよ。あなたは後悔とともにこの部屋に20年近く住み続けた。そしてある日、男がやってきて食材のチャンスを与えた。私たちがまた一緒になるチャンスを。エリザベスがアンナ娘、自分の。予定通りよ。彼はどうなるかしら。アンナ、夜勤は自己処罰のつもりかしら。終わったことは終わったこと、なされたことはいずれなされ。彼なりの償いなのね。彼は我々のもの。ほらな、記
を作り始めてる。自分の施設に随分こだわるのね。昔の記憶から新しいものを作ろうとしてるんだ。脳が適応しようとしてるのね。そうそう、俺も同じだ。何何何、もう中を来て、おい、ここが始まりの場所よ。自分の娘であれエリザベスを撃ったんか。取引から逃れようとはしたじゃないの。カムスタックについた。娘を奪われる前に奴を殺したらどうなる。いよいよ動き出したわね。何年前に戻ればいいか分かるものなのか。そうしかないんだ。奴が生まれた年に戻ってベビーベッドの上で窒息死させる。あれ、前のロザリンド2人と会話が成り立ったぞ。初めて会話できたやん。今まで会話できひんかったのに。で、あなたはなぜ瞬間移動してるの。おいおい、ちょっと分かってきたぞ。とりあえずエリザベスは自分の娘なんだな。これ自分の娘の姿なわけだ。ででも全ての原因はカムストックで。部下、あなた本当にそれでいいの。それしかない。俺もお前にしたことを帳消しにするには。でも今のエリザベスとの関係も悪くないと思うぜ。ブッカー・デュイット、生まれ変わる覚悟はできましたか。あれ、なぜまたここに。さっきと同じ場所ではない。違うな。過去の自分の全てを捨てたいと願いますか。一体誰だ。あなたはここから去った。別の海では違う道を選んだ。洗礼を受けた。そして別人として生まれ変わる。おいおい、なになになに。全て終わりにしましょう。なかったことにするのよ。私たちの中から完全に消すの。奴の首を締める。首を締める。なになに、もう洗脳みたいになってるけど。血が選ばれる前、あなたが生まれ変わる前に。洗礼名はどうしますか。彼はザッカリカムストック、彼はブッカ・デュイット。俺はその両方だ。え、ブッカ自身がカムストックやって言いたいのこれ。自身がカムストックやったの。別の世界の、別の世界のって言い方あれなんかねえけど。おいおい、終わっちゃった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 。待って待って、話の整理がうまいことできてへんところで終わっちゃったよ。そういうことだろ。ブッカ自身がカムストックだったんだろこれ。でエリザベスは自分の娘であるアンナだった。だからカムストックもずっと自分の娘がエリザベスやって言ってたわけか。本当にエリザベスはカムストックの子だったわけだ。いや、ちょっと最後の方ちょっとさ、ついていけてへんとこもあるけどさ、どういうことなんや結局のところ。ブッカーはいろいろあって洗礼を受けて生まれ変わりますよって話があって、生まれ変わって多分どっかの経緯で、どっか他の経緯でロザリンドたちに出会ったのか、なんかの時に。でロザリンドたちで借金の帳消してもらうために自分の娘であるアンナを売り飛ばしたわけだけど、アンナを売り飛ばしたけど、でもあのアンナの小指が切れる時にいたやつ、あいつはカムストックだな。あいつもな、あいつも未来のデュイットだけだ。ん？ややこしすぎる待って、俺の理解が追いついてたけなかなか。俺見た人みんな追いついてんの、理解は追いついてんのこれ。俺パッと見て、いや分かった、結局ね、カムストックがデュイット自身やってるのは分かった。デュイット自身がこれから先に歩んでいく未来だから、今エリザベスを助けてるデュイットが歩むべき、歩む未来なんやろ。それは分かった、それは分かったんだけど、
だからずっと今まで未来の自分を倒そうとしてやってきたわけやけど、どこのタイミングでどうなったんや。どこのタイミングでなったん。20年間幽閉されてました。20年間幽閉される前、じゃあ一人過ごしてて、20年間一人過ごす前にアンナを売ってて、その時は若いからカムストックの見た目じゃないよな。で、娘を売って20年一人で過ごして、残骸のチャンスをもらって、借金直進すっから娘連れてこいやって言われて、娘を取りに行った。その娘を連れて行く先が過去の自分の家ってことか。で、過去の自分の家から娘を連れてきた。で、それがエリザベスか。な。あ、だからエリザベスを、最初に言われた娘を連れてきた、借金を帳消しだっていうミッションをクリアできたのが、俺らが倒した未来のブッカーデュイット、カムストックか。そういうことかな。うん、口で説明すると難しいっすね。すげえね。難しいけど、娘を売りました。20年経って娘連れてこいやって言われたんで、娘を連れてくることに成功して、で、娘と一緒に、カムストック君はいたわけですね。で、カムストック、エリザベスっていう関係になって、押すと今度、そうなったのをまずいと思ったルーテスが、過去の、デュイット、まあ、だからもう一つの可能性のデュイットにかけたわけですね。娘を連れてこいと。そしたら借金は帳消しにしてやると。で、その世界のブッカーデュイットには娘がいなかったんやな。だからわからんかったってことやろな。自分一人で過ごしてて娘を連れてこいっつうのは、そのそこに囚われてる娘っていうことで、自分の娘とかそういう話にはならへんかったわけやな。で、別の世界の次元のカムブッカーデュイットに連れてこさせようとしたわけだ。そういうことか。で、そのブッカーが頑張ってエリザベスを助けて、ガーッといって最後カムストックと対峙して、カムストック倒し終わって、全て終わったなと思ったんやけど、エリザベスの一言、全てはなんか結局同じ結果に戻ってくるっていうことや。だから今のブッカーデュイットも結局将来的にまたカムストックにどうしてもなってしまうってことやろ、いつの日か。だからずっと延々とカムストックは生まれ続けるっていうので、じゃあ元を立ちましょうって言った時に、カムストックは誰やって言ったら、未来、自分自身やったってことになかったな。多分そういうことやろ。自分は納得できたけど、あれだな、うまいこと言葉で説明できんな。これクリア記念ラジオ行きだな。この後また自分でちょっとストーリー、検索しますわ。調べて、もっとうまいこと説明してる人がいたりとか、今俺が言ってるのが合ってるかどうかを確認して、それまたクリア記念ラジオで話そう。はい。とりあえず、ちょっと理解が追いつかなかったけど、バイオショックインフィニットクリアしました。はい、ありがとうございます。見ていただいた方々、本当に。いやー。すごいゲームやったね、バイオショック。やっぱね、最後デュイットイコールカムストックは結構来たよ。いや、エリザベスが自分の娘やったっつうの結構来たけど、俺エリザベスとブッカー結ばれんちゃうかなとかって思ってたもん、一瞬。全然違ったね。そういうオチで来たか。バイオショック1もね、結構強烈なオチなんですよね。オチ途中も結構強烈なの待ってますけど、やっぱすげえゲームだな。あー、いや、面白かったね。いや、面白かった。難しかったのあるけどな。いやー、ちょっとこのな、ちょっとやっぱ、なんていうんですかね、国産ゲームじゃない感じ、この外国のゲーム感が出てる、妖芸感すごい満載じゃないですか、バイオショックって。妖芸って割とこう、不親切ですよね。ストーリーのこの補完が足らんというか、なんか、結構見てる方を置いてきぼりにすることがあるじゃないですか。そういう感じは結構残ってますけど、それを差し引いても、肝となる部分は絶対分かるわけですよ。エリザベスが自分自身の娘であって、カムストックっていうのは未来の自分である。っていうのは、はっきりと分かってるわけですから、そういう意味ではまあ、ね、よくできてると思います。非常に。まあ、いつも俺の実況で最後エンドロールを見てますけれども、まあ、見事クリアしましたんで、この動画が上がってから、1週間以内かなに、クリア記念ラジオというのが、アップロード、大々的にはされませんけども、ブログ限定という形でクリア記念ラジオというのがアップされます。俺の動画最近ね、こう
見てくださってる方がまた急激にこうググッと増えてきたんで、なんじゃやという方がおられるかもしれませんが、あの1個の作品クリアするたんびにですね、こうまあストーリーが難しかったやつはちょっとこのストーリーの整理みたいなのとか、あとそのゲームやった感想みたいなのをまあちょっとラジオ形式で、あの私ティンクがですねペッチャペッチャくっちゃべってる動画っていうのがあります。毎回30分ぐらいですかね、作ってます。でちょっとブログ限定という形でアップロードさせていただいてるんですけど、ブログ限定なんて分からへんやんっていう方はですね、あのこの動画今アップロードされてるのは多分火曜日だと思います。いつものバイオショックの日にアップロードされてると思いますが、これの1週間後にはもう俺は新作を上げてます。このバイオショックの火曜日の枠に新作の動画を1週間後に上げるわけですけども、その1週間後に上がる日にあのぜひともクリア記念ラジオ聞きたいな、聞いてみたいなと思う方はバイオショックのですね再生リストをポチリと押してみてください。するとですねバイオショックの再生リストと一番最後にですねクリア記念ラジオというのがあると思います。クリア記念ラジオブログ限定公開という形をするんですけども、限定公開の動画を再生リストに入れると再生リストから見ることができます。なので、バイオショックの再生リストの一番ケツに1週間後にはついてますので、そちらをご確認いただければ、クリア記念ラジオを楽しんでいただくことは可能です。まあ面白いものになってるかどうかは保証しませんけれどもね保証しませんが、クリア記念ラジオ見ていただくことは可能ですので、興味ある方は、ぜひともそちらをご覧ください。はい、バイオショックインフィニット、いいゲームだったと思いますよ。まあ、ちょっとねバイオショックシリーズのあるあるっちゃあるあるですけども、俺の実況を見てからこのゲームをもう一回やろうっていうのはなかなか難しいと思います。なぜならネタバレしちゃってるからね。カブストックがデュイット自身であるってことや、エリザベスのことを見たときに、あ、デュイットの娘なんだなって思っちゃうのは、それで面白さ半減だと思います。最後のこの瞬間、最後エンディングを迎える直前にこう、あ、エリザベスってそうで、デュイットがカブストックだったとか、あーあーってこうパズルのピースがパンパンって揃う感じ、これですよね。これがやっぱりあるとおーっとなるわけですよ。だからその感じが味わえへんと、このゲームの面白さって多分ねちょっと半減はすると、半減ぐらいいくんじゃないですか。あ、純粋に面白かったゲームですよ。結構難易度もありましたし、いろんな武器使ったりとか、俺は結構使ってる武器とか使ってるあのソルトが偏ってましたんで、もっと他のいろんな使いたかったなって方にとってみたら、それをやられるとまた別のね楽しみ方はできるのかもしれませんけれども、ストーリー的な側面はちょっとかなりつまんないかなと思います、2周目するのはね。いや、まあ興味ある方はぜひとも買ってやってくれ。いや、興味ある方は、俺もバイオショックの1、2は実況することは絶対ありませんので、もう一回クリアしちゃってるんで、見ちゃってるんで、エンディング、特に1、もう2はなんかいまいち覚えてないけど、1はがっつり見ちゃってるんで、キプレイあんまりしたくないわけですよ。なので1は絶対実況しないと思いますんで、ぜひともねバイオショックこれ見て、バイオショックってゲームすげえ面白いなって思った方はですね、ぜひとも1をプレイされることを強くお勧めします。今でしたら、非常にお安く手に入ると思いますんで、バイオショック1プレチナセレクションとかでプレステ3で多分できると思いますんで、プレステ3お持ちの方はぜひともトライしてみてください。おすすめですよ、マジで超おすすめゲーム。おっと、何これ、なんだ、急に歌い出したです。これ有名なグループ？ごめんなさいね、ヘビーメタばっか聞いてるもんで全然わかんない全然わかんないですけど、それか声優さんとか、この人エリザベスでこっちの人ブッカーみたいな、ないかな、どっちかやろな。いや、これ詳しい人いたらコメントください、教えてください。全然ぬめな人ってわけじゃないやろ絶対。じゃあ面白くないもんな。いやー、ドット最後疲れた最後ドット疲れた、ドット疲れて、あんま喋ってなくてこうパンパン進んじゃいましたけど、あの先が気になったから、先が気になってテンポよくもうどんどん見たいってなっちゃった、自分の興奮がよく現れたと思ってください。のめり込んじゃうとこう喋ることなくなりますよね。難しいですよ、なかなかね、実況しながらのめり込むって難しいと思うんで、やっぱ口がブワーッと達者の時はあんまりのめり込んでないってことなんですよね。結構俺はエンドロールの時間って好きですよ。まあ長いですから結構この間をつなぐのは大変ですけどクリアしたなって気になるんでね。ああ、まあ夜食クリアしちゃったな。あ、でそう、ワンおすすめですか、ぜひともやってみてください。ワンもこんな感じでドカンとでかいどんでん返しがありますんでね、見た後にきっと、やった後にきっとね
いやー、世の中こんな面白いゲームがあるのとかと思えると思いますんで、ぜひともトライしてみてください。ソングバード戦うと思ったんだけどな、意外となんか倒し方はしょぼかったね。スッと倒したね。結局あいつが何者かっていうのはよくわからなかったわけだ。もうあのコロンビアの技術を結集したなんか謎の機械ロボットみたいな感じなのかな、うん、でも血結構出てたしね。唐突に空中都市で海底都市出てきてびっくりした。海底都市は完全に1に対するバイオショックに対するバイオショックっていうシリーズに対するオマージュなんやろうけどね。1のことやって、あーでもあれ今思った、あれだ、一番最初に受けた指令って娘を連れてくれば借金は帳消しだだったんですよね。エリザベスを連れてきてば借金は帳消しだとか、カブストックの娘とは一言も言われてないですよ。依頼の時、依頼の時ずっと娘を連れてきたら帳消しって言われてたんで、誰の娘って言ってなかったですね、よく考えたら。そういうことなんだな。じゃあ誰の娘とは言ってないでしょと、娘を連れてくれば、お前の娘を連れてくれば借金は帳消しだと。あーなんかそう思うとセリフ回しが考えられてたわけだな。そうだよ、最初からずっと娘としか言われてない、誰とは言われてなかったの。もうスペシャルサンクスばっか出てるからそろそろ終わりなんじゃないかな。映画のあれエンドロールの最後、ここのエンドロールに乗るっていうのは一つのね、その職業の人にとっては当然すごい名誉なことなんでしょうけど、もうちょっとなんかいい見せ方ね、こうすごいガーって出てくるじゃないですか。ですげえ名前いっぱいブワーって並んでるとね、見つけらんねえ時あるじゃないですか、映画とかでもいっぱいあって。でもなんかいっぱいあってこう目に止まらない時とかで、なんかそういう時こう日本人の名前探しちゃうあるあるとかありますけど、日本人の名前があると、あ日本人の人を携わってんだみたいな、そういうのありますけど、探しちゃうあるあるね。でもね、なんかもうちょっと見せ方、見てる方も疲れるし、見せられる方もどうせね、なんか名前のんにやったらもっとなんかねいい見せ方があるといいですよね。エンドロールってなんかね、もっといいのないんかね。これ余韻は好きですけど、確かにいいね。なんかただ後ろで音楽が流れてるだけじゃなくて、こう実際に歌ってあったりするこの映像が出てるのがいいですね。ちょっとなかなか考えられてるやないか、悪くないですよ。オッケー。あ、まだ打ち合わせする。柏崎って書いてある、日本人いたほらパッて見た、今日本人やった。やっぱテンション上がるね、日本人の人いると。これだからもうワンセッションぐらいいきそうな勢いやで、もうちょっとこういう感じでいこうぜみたいな感じで打ち合わせしちゃってるでね。スペシャルサンクスってさっきからいっぱい出てきてね、 2K スペシャルサンクスって何回もあんの。いっぺんに出したらいいんじゃねえんだ、そうでもないんかな。日本人探そうで、サッカー違うな、いないね日本人。俺が今パッと見てる感じ出てこない。ジャパニーズを探せ、ジャパニーズを。あ、でも終わりそうやね。あ、終わったね。もうワンセッションくらい行くかなと思ったけど、行かなかったね。いやー、どっと疲れた。でもあれ、ちょっと待って待って、まだあれ、アンナ、こんにちは、アンナ、アンナいるの、お前なのか。え、いたの今、いたの。おーい、終わって最後のこれあれですか、最後のローディング画面みたいな。エリザベスが最初にブッカーのことを警戒せんとすんなり受け入れたのも自分の親だったからなんかもしれないな、もしかすると。さあ、本当にクリアいたしましたんで、今回もちましてバイオショックインフィニット終了でございます。見ていただいた方々本当にありがとうございました。
非常に面白いゲームに出会えて俺も良かったです。また、FM ティンク、私ティンクの、新作アクションゲーム枠実況、もう次のソフト決まっておりますんで、そちらやっていきますんで、ぜひとも、お楽しみに。では、また次回作でお会いしましょう。アディオス。